その御光がクリスマスの朝、ついにこの世に来た。そして私たちはその証人であります。神の御子が、救い主がお生まれになった。奇跡の奇跡、神の御子がお生まれになった。救い主があなたにやってきた。主よ、クリスマスありがとうございます。アーメン。新しい朝、メリークリスマス、新しい喜び、メリークリスマス、新しい命に生きる。メリー新しい朝が来ました。新しい喜びが、新しい喜びの朝が来ました。この言葉が目が覚めた時からずっと響いていました。作られたすべてのものにとって新しい朝、新しい喜びの朝が来ました。神の御子がお生まれくださったからです。作られたすべてのものとともにクリスマスの朝を喜び、クリスマスの主を褒めたたえることができるのはこの上ない喜びです。主よ、ありがとうございます。メリークリスマス、作られたすべてのものがあなたを賛美しています。この賛美が全地に、そして永遠まで響き続けますように、あなたの喜びがこの全地を覆いますように。これからの時をあなたの御手に委ね、イエス・キリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。すべての人を照らす誠の光があって世に来ました。誠の光があって世に来たというこの短い一言だけで喜びが湧き上がる。まさに新しい喜びが湧き上がります。では、誠の光にハレルヤの立体賛美を、賛美隊が始め、そして私たちもまたそれに続きます。ハレルヤ。誠の光があって世に来た。神様、御子をこの地に生まれさせてくださってありがとうございます。あなたが御子をこの地上に使わせてくださったことによって私たちは生きるものとされました。喜びに生きることができるようになりました。そしてあなたは信仰を与えてくださいました。あなたを、そして神の御子を賛美する信仰をお与えになりました。それによってすべてのものは癒され、許され、あなたの愛に生きることができるようになりました。誠の光なる神よ、ありがとうございます。もはや闇はないということがどんな救いか、どんな喜びか、この喜びをクリスマスの朝にまた改めてあなたにお捧げいたします。クリスマスの喜びが、新しい喜びがすべてのものとなりますように、なり続けますようにと祈ります。主の皆によって祈ります。アーメン。このクリスマスの朝が来た、新しい喜びの朝が来たと、この言葉をずっと聞こえていたんですが、街道に入ってきたら今回のポスターがここにも映し出されていたんですね。白い鳩によってできたクリスマスツリーでした。これを見ていると本当に突然のことですが、2008年ちょうど街道が出来上がる寸前の大津リトリートへ行く私たちスタッフが生産式をして出かけようという時に見た幻を思い出しました。その時は緑の木のクリスマスツリーだったんです。てっぺんには金色に輝く星がついていて、あとはなんかちょっとこれにも似てますけど、人ってこういう字、逆さまになって入るっていう字みたいな感じの葉っぱがずらーっと上から下までありました。で、ああこれは命の木だなってその時は思いました。今日はね、それを見ていた時に、あ、この風の教会ができるということはキリストの体がねなるという、もうその神様の願いの一歩だったんだって、それを見せられたと思ったんです。そして今回はこのもう全部が白い鳩ですけれど、今年はこの白い鳩は一人の特定な人に来たというだけではなくて、全ての人に白い鳩が来たと、もうそれをね実感し喜ぶ年だったんですね。でもうこれはこの「アレルヤ」という賛美がたくさん来て。キリストの体を作ってる、白い鳩が来て、神の愛が、神の許しが、癒しが、このキリストの体を整えるって、でそう嬉しかったんですが、もう一つ思い出したことがありました。その当時上は金色の星があって葉っぱはずっと元気だったんですけど、下の方には破れた葉っぱとか枯れた葉っぱとか、葉っぱがもう弱り果ててるようなのがたくさんあったんですけれど、このキリストの体があってクリスマスツリーがね出来上がると、出来上がっていくにつれてもう下の方のねくっちゃくちゃだったもう黒っぽい枯れ葉ももうね落ちるばかりの葉も葉っぱのないところにも葉が、はい、全部が美しい緑のね命の葉っぱに変わったんですよね。で、まあこれがキリストの体だとその時も思いましたが、もう今改めてこのキリストの体の礼拝、それによってねもう全てのもの、もう隠れたこれなんかね隠れた奥の方にちっちゃい白い鳩が見えるんですけれど、もう隠れたところにも隠れていたい人にもどんな人にもキリストの光は届き、そしてキリストの体がねなっていくって、この喜びがねこの礼拝に、私たちの礼拝になっていく。もうよく訳も分からず全地が礼拝とされる時が来るとか言ってましたけれども、全地が風の教会にされる時が来ると同じような意味で言ってましたけれども、ああその時が来てるんだって、それが新しい朝のね喜び、新しい朝が来ました。なんか綺麗ですよね。これはもうちょうどねこうダブルビジョンで、この裏には金色の星と、ね、生き生きとした一人一人の葉っぱ、命が全部連なってるんですよね。そしてみんな同じ方向のキリスト様を見ています。その一番の喜び、昨日ももう最もなんか嬉しかった御言葉でしたが、今日ダビデの町にあなた方のために、この天使はねあなた方のためにってはっきりと言ったんですよね。あなた方のために。でもこのあなた方のためというのは天にあるもの、地にあるもの、私たち地の下のものも全部含めた、私はあなた方のためにと思っています。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである。この賛美をし、続いてクリスマス物語に入っていきたいと思います。ダビデの町に救い主がお生まれになった。我らのためにお生まれになった。ハレルヤ、ハレルヤ。クリスマス物語です。御使いガブリエルが神から使わされてナザレというガリラヤの町の一処女のもとに来た。この処女はダビデ家の出であるヨセフという人の言い名付けになっていて、名をマリアと言った。御使いがマリアのところに来ていった。恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていた。すると御使いが言った。恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、いと高きものの子と唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。御使いが答えて言った。聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに、生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と唱えられるでしょう。あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに、はや6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありません。聖霊があなたに臨み、井戸高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と唱え親族エリザベツの老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに、はや6ヶ月になっています。そこでマリアが言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そして御使いは彼女から離れていった。私は主のはしためです。その頃マリアは立って大急ぎで山里へ向かい、ユダの町に行き、ザカリアの家に入ってエリサベツに挨拶した。エリザベツがマリアの挨拶を聞いた時、その子が胎内で踊った。エリザベツは聖霊に満たされ、声高く叫んでいった。あなたは女の中で祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。主の母上が私のところに来てくださるとは、なんという光栄でしょう。ご覧なさい。あなたの挨拶の声が私の耳に入った時、子供が胎内で喜び踊りました。主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女は、なんと幸いなことでしょう。あなたは女の中で祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。主の母上が私のところに来てくださるとは、なんという光栄でしょう。ご覧なさい。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、子供がするとマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神をたたえます。この卑しい女をさえ心にかけてくださいました。今から後、世々の人々は私を幸いな女と言うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は清く、その憐れみは世々限りなく主をかしこみ恐れる者に及びます。主は身腕を持って力を振るい、心の思いのおごり高ぶる者を追い散らし、権力ある者を王座から引き下ろし、卑しいものを引き上げ、飢えているものを良いもので明かせ、飛んでいるものを空腹のまま帰らせなさいます。主は憐れみをお忘れにならず、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖アブラハムとその子孫とを常しえに憐れむと約束なさった通りに。マリアはエリザベツのところに3ヶ月ほど滞在してから家に帰った。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな、見よ。すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。糸を高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは「さあベツレヘムへ行って主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないか」と互いに語り合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また飼い葉桶に寝かしてある幼子を探し当てた。彼らに会った上でこの子について自分たちに告げ知らされたことを人々に伝えた。人々は皆羊飼いたちが話してくれたことを聞いて不思議に思った。しかしマリアはこれらのことをことごとく心に留めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが何もかも自分たちに語られた通りであったので、神をあがめ、また賛美しながら帰っていった。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。よダビデの町にあなた方のためにこうして神の願いが、永遠の神の願いが成就した。見えない神が宇宙の愛がついに姿を現した。私たちはその栄光を見ました。そして今も見続けるクリスマス、神の奇跡の奇跡がついに起きた。永遠の命がこうして私たちに与えられるようになった。御子イエス・キリストを信じる者は一人も滅ばないで、一人も滅ばないで永遠の命に預かる。神の願いがなりますように。マリア様がそのごとく好みになりますように。フィアットセコンディウムとラテン語で歌いますが、ほら日本ではあんまり見かけませんが、私がアメリカにいた頃にはよくイタリア製の車のフィアットというのが走ってましてね、あのフィアットというのは実はこのラテン語のこのフィアットから来てるんですよ。なさしめたまえと。神様の願いが本当に一人ずつに、全被造物になる。主よ、それを喜び、主よ、そのごとく、そのごとく好みになりますように。フィアット、そう祈るのがあなたであり私であります。クリスマスは神様のまさに愛が現れた日。これが永遠に永遠に喜びとなるために、歌え、賛美せよ、主を褒めよ、主よ、あなたの御胸が好みになりますように。そう私は賛美し続けます。クリスマスのグローリア。そして私たちの感謝を東方から来た博士たちと聖書に書いてありますが、私たちも一緒に孫屋に行って御子イエス様の御前に感謝を捧げたいと思います。まことに感謝、感謝、感謝、心よりの感謝を主よあなたにお捧げいたします。アーメン。アーメン。父なる神、御子イエス・キリスト、御霊の御名にて、御神の永遠の愛、ここに成就せり。神の御子イエス・キリスト様がお生まれになった。アーメン。アーメン。